ただいまよりセッションを始めさせていただきます。生成 AI を活用したゲーム開発効率化と題しまして、株式会社ドリコムの肉安優様、あ、申し訳ございません。国安優様、IQ 部門株式会社の松木晋介様、熊野大治様よりご講演をいただきます。 本講演では質疑応答を予定しております。ご質問はチャットにて、ハッシュタグ質問をつけて投稿をお願いいたします。それでは、よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いいたします。画面って… ははいそれで改めてにはなりますが本セッションでは生成 AI を活用したゲーム開発効率化についてお話しさせていただきます、はいまあ、簡単にはなりますが登壇者の紹介をさせていただきますえまずはじめに株式会社ドリコム AI 部部長の国安優続きまして i q u b e 1株式会社取締役 CTO 松木祐介え失礼いたしましたえ 続きまして最後に本日モデレーターを務めさせていただく iCube1 の熊野と申しますよろしくお願いいたします本日のアジェンダとなりましてはまず初めにドリコム様よりドリコムの AI プラットフォームを活用事例についてお話しさせていただきます次に iCube1 株式 iCube1 よりゲームテスティングソリューションプリアブルモバイルのご紹介をさせていただきます こちらの2つのトークをもちまして最後にディスカッションですね今後の AI についてのお話だったりのディスカッションをさせていただこうと思っておりますのでよろしくお願いいたしますではまは初めにドリコムさんの生成 AI 活用したゲーム開発効率化についてお話をさせていただきますはいご紹介を預かりました、えー、ドリコムの AI 部の国安と申しますよろしくお願いいたします 本ドリコムにいてどのようにゲーム開発を生成 AI を活用して堅実な AI の使い方ところを実施しているかというところの話をさせていただければと思いますまず生成 AI というか AI 周りに関しまして皆さんが持っている疑問とかもあると思いますので,ので冒頭にちょっとアブストラクトな部分というのを提示させていただければですまずこれ出させていただいているものですねこれはオープン a i だったりとかマッキングだったりとかのレポート書をまとめたものなんですけども 僕らがやっているゲーム開発運用というところ、これあの、えっと、全いわゆる高度な知的労働と言われている分野になるんですけれども、こちら、今のところ作業が AI で代大体可能な部分が8割と言われています。これ、皆さん仕事が8割なくなると思うかなと思います。違うんですよね。僕らがもともとやらなきゃいけないクリエイティビティを生かす部分って、この残りの2割なんですよ。作業の部分というところを AI に入れたして、僕らが作るべきもの、 僕らがもっと創造的なもの、僕らがもっとユーザーに届けるべきとここれの2割にまだ集中できてない、ここのほうが問題だとうふうにご認識ください。他の観点でいうと、皆さん、これオレゴン大学のソフトウェア開発の話として、顧客が本当に欲しかったものと、実際作ったものと結構差があるという話があるかなと思います。これですねこれがなぜ現場で生成系 AI が使えない、そこの原因かなと考えています。 でちょっと例に出してあの、特定のプロダクト出してしまって大変恐縮なんですけども、皆さん、この動画見たことあるかもしれないと思います。あのオープンエンス社のソラですね。で、動画生成のモデルがあるというふうに言われていますと。ただ、一方で、この裏であの、まあ、具体的にこれをどのように現場で活用するか、皆さんが運用しているゲームの現場、開発現場のところに対して、活用したいものとはギャップがある可能性が高いと。私たちドリコムの社内でもそれを強く感じていました。 私もあの AI スタートアップで、えー、とかなり複数の企業様のコンサルタントだったりとかどうやって、えー、とレガシーな AI モデルから生成的な AI モデルとかを活用するとかもやっておりましたが、まあ、なかなか実際の現場では、えー、とうまく活用できないと結構 POC の話とかもあるかなと思うんですけども大体一般的に言われているのは AI の POC って9割ぐらいが POC で終わっちゃって PO, PO ですになっちゃうことがあると言われています。 じゃないですよね僕らが言いたいのは現場でどうやって活用するか堅実な部分だと思うんですね。で、他の観点で言うと AI、勝手に頭よくなりますよって言われるかもしれないです。これ、正直個人的にはかなり疑問を持っています。よくあの人は失敗を通じてしか学ばない、まあ、心理学の言葉があるかなと思います。一方で AI はデータを通じてしか学ばないんですね。適切な AI をあのデータ、学習しないと AI はまだ勝手に良い感じにはならないと言われています。 モデルベースの、あのー、ワールドモデルスだったりとか、まあ、その、ね、延長のドリーマー V3 だったりとか、当たりをこう自分自身でゲームクリアできるぐらいになるっていうのはある,あると思いますけれども、AI 自体が具体的にすぐに良くなるっていうのは、まだもうちょっと先の未来なのかな。なので、まだ AI はデータを学習させる必要があるんですね。で、適切な AI は、適切なデータを AI に学習させる必要がありますと。適切な範囲のデータ例えば 一つのゲームだったり、コンテンツだったり、IP の単位だったりとか、重複なくノイズがない、データが変なデータを学習してしまうと、それ自体が誤った情報を取得しやすいと。3つ目、ですね複数の視点データですね。すごい分かりやすく言うと、翻訳だと分かりやすいかなと。一つの日本語の文章、また次は韓国語の文章、中国語の文章、英語の文章、いろんな角度で一つのコンテンツ、 を学ぶということで、AI、が適切な学習をしていくとで僕らと同じで僕らって変な本を読んでもあの変な本の知識がたまらないよ領書と言われている本その本を読むことによって使えないデータじゃなくて使えるデータで貸しくになるとこれ AI も共通ですねさらに言うと最近私たち、えー、とどんどんゲーム業界だけではなくて仕事って一人でやらなくなってきていると複数の人たちで一つのプロジェクトを進む 特に一人の役割ではなくて別々の役割で複数の仕事を一、えー、つのプロジェクトを複数の人でやっていくここも AI だけではなくてて事業ににおいての課題になってきててるかなと思ってます、まあ、今言ったようなあでていきた課題っていうところがゲームの開発において生成 AI を使うためのブロッカーになってきてるかなと思っています。 そこで私たちが取り込む中ではゲーム開発において堅実な絵の使い方をするためにどうすればいいかというところを試行錯誤してきましたその現場でのその答えがちょっと完全にプロダクトの名前になっちゃいますけど I& というプロダクトを本日発表させていただければというところでございますこれが何なのかというと、まあ、人と AI で実現する新しいゲーム開発の専用の SARS と言っています まあ先ほど何度も申し上げています、堅実な AI ですね。現場で必要なユーザーが、ユーザーていうのは、えー、と皆さん、えー、開発者が使える堅実な AI のインターフェースを提供します。そのインターフェースを通して、どのようにデータを集めるか、そこも含めたプロダクトとして、アイアンドというのを発表させていただければと思います。これ、どういうものかというと、すぐ利用できるプロダクトはすでに6つあります。堅実な部分で6つあります。皆さんのクリエイティビティを邪魔するのではない。 クリエイティビティのサポートするルーチンの部分のサポートする AI です。もうすでにこちらで、あの工数削減の効果を見込めていますドコムの。ドリコムとしてこちら実施しているところでございます。AI が勝手に賢くなります。これ、先ほど賢くなる必要があるという話をしました。これ、どういうことかっていうと、まあ、AI がこれいいやんって、すごい一つの,あのアウトプットを出しますと。 それたただ AI が出したものででこれれすすぐに電波じゃ使えないですよねそれを人が作る人がクリエイティビティを発揮してもっといいものにしていくそれを AI が学習していくこれで適切なデータを集めていくといものですそしてこの6つのプロダクト今後も増える可能性がありますけれどもこちらが自動的にデータが連携されます連携されることによって別々の役割で実施してきたものそれを1つのプラットフォームとして使うことができます 他のの役割の方々と同じデータを共有できます。皆さんがカスタマーサポートとして受けてきた顧客の要望それを QA としてこれ絶対見逃しちゃダメだよねってところ落とし込むことができるデータの横のつながりができます使えば使うほど適切なドメインですね、先ほどデータのあるべき姿と言いましたが IP コンテンツ独自の表現が育つ独,あの独自のプラットフォームというのを提供いたします まとめます。すぐ利用できるプロダクトは6つあります。高数の削減効果が見込めます。a i が勝手に賢くなります。データが自動的に連携され、a i がコミュニケーションをサポートし、使えば使うほど IP コンテンツ独自の表現が育つプラットフォームです。具体的なものをお見せできればと思います。これ、私たち I&Insight と呼んでいるものです。ユーザーテストで集めてきた定性的なデータと、 定量的なデータを含めまして、こちら自動的にレガシーな AI モデルに学習させ、具体的に軽量的にユーザーがこういうのを求めてますよというのを提示いたします。そしてユーザーのペルスナーも勝手にあの特定いたしまして、その人が何を考えているか、どんなデモグラか、まとめた上で、具体的にこういうアクションを取ってくださいと、アクションを取るところまで提示させていただく、そういうのプロダクトです。 シナリオ作成、えー、と一般的なフレーバーテストだったりとかも含めます。もともとあるデータっていうところを含めて、新しい例えばキャラクターで似たようなデータを作りたいと。そういっデータの一次データを作ります。これが最終的なアドプトじゃないです。これを人が修正して、それがさらに学習される。こんな仕組み作りというところをここで作ります。翻訳ですね。先ほどシナリオで作成したデータを作って、そちらを参照訳ですね。 もともと皆さんが作成していた日本語と映画の組み合わせを使って適切な翻訳を AI が提案しますただこれって大体うまくいかないんですよここから人が修正していく人の修正が入ることによってさらに AI が新しいのを提案しますこれを学習することによって人と AI の組み合わせで適切なデータの仕組みとかができますそうするとどんどん翻訳できますよね 新しい翻訳というところはクオリティが上がって AI が適切に提案します。具体的な適切に提案されたこの AI の翻訳をベースにもともとのデータもたまっていきます。英語だけじゃなくて他の言語での翻訳も進めていこう。皆さんそう思うかもしれません。その上で新たな言語での翻訳を進めてこのデータがたまっていけばたまっていくほどいいデータになる。今、バカなんでまだ。 どんどん貯めていくことがこの価値になるというふうにご認識いただければです。先ほど出てきた本、えー、シナリオの内容だったりとか翻訳の内容他で参照したいですよね。他の方々が作っていたデータ他の方がさん確認していたプランナーの方が作っていたものどんなふうに作っていたかなとかこの人はどういうふうにするのかなとかこれあの、まあ、仮の,あのゲームで作成しているんですけども他の言語でいうとこういうふうに言ってますよっていうのを他のあの まあデータをベースに学習しますと。これは単なる仕組み作りなんですけれども、あちなみにこれは DeFi というプラットフォームのスタートアップと一緒に話をしているところでございます。先ほどのユーザーテストの内容で参照できます。一つのインターフェースでここ全て参照できるってことが価値になるとご認識ください。この仕組みなんて、チャット GPT で本当は使えばいいんで,でなくて、このデータをどうやって活用するか、ここが一番の価値ですよと。 戦闘の改善点について学んでいきますと今日これだけだったら人を説得できないですよねこの情報っていうところが大事だとご認してくださいじゃあ、えー、パークシャーコミュニケーションさんと,、えー、と一緒にやっておりますカスタマーサポートの部分ですね実際のゲームの中で、えー、とユーザーさんが問い合わせをするその AI のボットっていうところを実施しております具体的に日本語で聞いたりとか単なる問い合わせもすることもいいですし もうこのチャットボットっていうのは皆さん、えー、と触ってるところもいいかなと思いますのでゲームでも活用できるっていうところをご認識いただければと思います。ここあまりなんか、えー、と僕の方から説明することではないかなと思うのでこのあと IQ1、えー、松さんから話させていただきますが、えー、具体的にゲームの中で日本語自然言語を用いてゲームの中のデバッキングっていうのを実施します。 まあここはあまり説明しても細かいところだと思うので、えっと、私の方から説明は割愛させていただければと思います。まとめますと、i n d 人と AI で実現する新しいゲーム開発の専用のプラットフォームってところをドリコムで開発しております。で、なんでドリコムがやってんのって話だと思うんですよね。ドリコムってゲーム開発の会社じゃんと。いや、違うんですよ。違うんですよっていう、あのもうずっと最近言ってるところあのこれ、えっと、うちの中継から取ってきたものなんですけども、 今のドリコムがモバイルゲームの企業というところから今後エンターテイメントのコンテンツの企業というふうに変革書としていますこれどうやって変えるか IP とテクノロジーこの組み合わせを軸にエンターテイメントのコンテンツ企業にグローバルに提供する企業を目指していますなので必然ですよね IP を育てるテクノロジーのプラットフォームを作るのそれはドリコムだから実施しているところでございます皆さん 何度いまアイアンドです。アイアンド、覚えていただければです。この秋本番のリリース予定なので、ご興味ある方、ぜひぜひ皆様、お声かけ、または今後お話しできればと思っております。そこで、アーリーアクセス、募集いたします。アーリーアクセス、その1です。ご利用ご希望の企業様、こちらの上件のプロダクト、 えー、使ってみることに興味はありませんかと、すみません、これ、スポンサーセッションでございます。もう2つ目ですね、えー、ともう、これ、i ワ1さんともあのパートナーとして進めさせていただいておりますし、このような、えー、とパートナーの参加規模の企業さんも募集しております。御社プロダクトで参加したり、こちらのプロダクトと一緒に育てて、何か新しいことをするふう、それに参加いたしませんかと。ということで、アーリーアクセサー、はこちらでございます。 ご興味ある方ぜひぜひえっ、ー、とご参考いただければというところです。はい、これで、えー、ドリコムのパターンあの終わらせていただければと思います。では松スさん、はい、お願いします。はい、じゃあバトンタッチします。ぜひあの皆さん今のうちにえっと I＆ とドリコムさんで検索いただくと多分いっぱい出てくるかと思いますので、はいよろしくお願いします。はい、ではえっ、ー、と。 ここかかららはですす。ね、の、えー、の松木の方から、えー、とお話をさせていただきますちなみになんですけど去年 iCube のセッションあのこのチョコミントっぽいやつ去年も見たなっていう人でどれぐらいおられます <laughs> あほぼほぼおられあ全員ほぼほぼご新規さんですねありがとうございます。というのも、えー、となんでこんなことを聞いたかというとですねえっ、ー、と 去年、お話しした内容が、えっ、ー、と、三分の一ぐらい、あの、似たようなお話が入っています。で、やっぱり、ここは、あの、毎回お伝えしたいことなので、あの、ぜひ、ちょっと去年と被っているんじゃないかと思われるかもしれないんですけれども。まあ、改めての、えっ、ー、と、お話とですね、あと、去年、えっ、ー、と、われ、私たちのセッション、かが、あの、聞いてくださった方には。えー、あれから一年、私たち、こんなに進歩したよっていう、あの、報告をしたいなと思っています。なので、あの、今日初めて聞いていただける方にはですね、あの、いきなり最新情報だけゲット。 ていいいいいたただだけけるととう状況でですすのであのあぜぜひぜひ、えー、とお話聞いていただければと思いますスポンサーセッションと言いつつあんまりスポンサーっぽい話はしないです。はいということでえっ、ー、と我々、えー、ソリューションコンセプトですねさっきあの国安さんのお話にもありましたクリエイティビティ AI はあの人間の仕事を奪うものではなくクリエイティビティをより最大化するものであるというお話があったかと思いますけれどもえっ、ー、と我々 ちなみにですね、iCube1 いうあのゲームのテストの会社です。ゲームの Q あのデバッグとか言われてるか、はい、あの仕事をやってるんですけれども、えっと、我々もですねあの全く同じあの思想は同じで、えっと、ゲームの QA というのをより高度にすることで、えっと、クリエイター皆さんですねクリエーターさんあのゲームを作って 作りに関わられている方、は全員クリエイターさんだと思うんですけど、このクリエイターの挑戦の機会を増やすというのを、このソリューション、えっとプレイアブルっていうソリューションブランドのえっとコンセプトにしております。これどういうことかって言うとですね。う、え、ん、っと。qa テストっていうのはあの主たる生産技術なんですね。えっと何を言ってるかって言うと本、えっと、ですね。ゲームも。 ゲームでででああれれソフトウェア開発ですよね。ゲームもソフトウェア開発の一種ですよね。で、えっと、ソフトウェア開発って大きく分けると設計かテストしかないんです。これ本当に <laughs> 昔の偉い人も言ってるんでさ探してみてください。<laughs> はい、で設計かテストしかないんですね。で、えっと、テストというのは開発のかなりの部分を占める生産技術なんですね。 あの物作りのり技術な,んですなので例えばなんですけど想像してみてほしいんですけど、うん、とゲームの,あの開発の終盤であちょっとレベルのデザイナーさん例えばゲームデザイナーさんとかがちょっとここのレベルいじりたいんだよねってこのパラメーター足したいんだよねってこのキャラ足したいんだよね。でも今足すと テストが間に合わないちょっとリリースに間に合わなくなってしまうだから本当はやりたいんだけどできないっていうことは多分山ほどあると思いますあとえっともうこれコードフリーズしたから絶対触んないでくれともうテストやりきってバグ出し切らないとリリースできないからみたいなこと山ほどあったと思いますちょっと想像してみてほしいんですけどあ、えっと テストや QA が一瞬で帰ってくれば、あ、じゃあもうちょっと頑張ってみようかってことができますよね。あの皆さんはテストや QA にたくさんの時間コストがかかることを知っておられるので、えっと、 きちんとその大人の判断会社の判断としてもっとやりたいけどここで止めとこうって思ったことこれまで何度もあったはずですこれは我々 QA テストの技術が進歩すればするほど皆さんの挑戦の機会が増えることにつながるんですね我々が早く返せばいいんですよテストお願いしますこのバージョンでテストお願いしますって言ってから10分ぐらいでテスト結果全部返ってくれるともう最高ですよね 1>, あの1日のうちに何回もトライができますで実際にそういうことをやっているのが、えー、と多分 B2C の SARS の分野とかだとあのアジャイル開発って皆さんも聞かれたことあると思うんですけど、えー、とそれを極限までやると,、えー、と1日に40回とか50回とかリリースするような世界もありますちなみに AWS さんがそうですよね、はい、<laughs> ですけれども、まあ、あの世の中の s a ズ s 企業さんは結構あのそういうの多いと思うんですけど、まあ、こういうコンセプトでやらせていただいておりますと。はい さら、えー、に、ですねなんでこういうのを始めたかっていうとですねんとこれ去年もお話ししたんですけどんと端的にですね、えー、と我々含めです、我々ゲームのデバッグ会社ですので、えー、と我々、僕も含めてですね、えー、と日本のゲームデバッグやゲーム QA テスト、もちろん一部の先進的なまさにこのセデックで発表されているようなあの先進的な会社さんは除き、えー、と大体、ね、8、9割ぐらいですかね。大体あの 海外の QA のの技術者とと比べると20 2年ぐぐららいい遅遅れれててまます。す。週、えっと、海外のエンジニアが何をやってるかというともちろんプレイテストもやりますよあのコントローラー握ってプレイテストもやるんですけどそれはほんの一部で彼らが何をやってるかっていうと,、うん、と彼らはプレイテストの傍らボットを開発するんですね。でボットを開発してそのあ今日多分セデックの,あのたくさんのセッションの中でもあのそういう話あったかと思うんですけど、うんと 無数の,あのボットを開発してじゃああなたはこの役割ねあなたはこの役割ねこれは「あのホライゾンゼロド o っていうあの超ド級のトリプ a a タイトルなんですけど、えっと、例えばと例えばホライゾンゼロド o であれば、うん、とボット A にはじゃあ君はアイテムをひたすら集めてきてで君はひたすらこの機械獣を倒してきてくれとで君はひたすら世界を駆け回ってくれとかいうふうに、ね、ロールを与えて無数のボットを世に放ちでそのボットがどういう行動をするかっていうログでテストしてるんですね。 で基本的にはゲームの開発者と同じスキルがあることが前提なんですね、海外のゲームの QA というのは。なので、圧倒的な効率が出るですね、なので、こんな感じで、あのこれ、一例ですけれどもあの、日本ではもちろんセデックですけれども、あの海外にもあの似たようなゲームのカンファレン技術カンファレンスがありまして、そういうところへ行くと、やっぱり BOT の,の QA のための BOT の開発という話が結構たくさん出てきますと。はい でですねじゃあ、これをそのまま日本に持ってきたら持ってこれるのかというと非常に難しいところがありましてこれはゲーム以外の産業でもそうなんですけれどもテストや QA っていう人たちの日本国内ですよ日本のゲーム業界以外もそうです、えっと、テストや QA という人たちのバックグラウンドにコンピューターサイエンスとかプログラミングのスキルがないんですね。 あのこれもうしょうがない <laughs> あの業界全体がそうなのでしょうがないですあ業界全体っていうか日本の産業構造的にそうなっちゃってるのでしょうがないんですけどなのでこれをこのまま日本に持ってきてもじゃあえっと皆さんで。 あのパートナー皆さんのパートナーのデバッグ会社さんのテスタさんにじゃあ君は明日からボットを開発してくれたまえですと多分なかなかできないと思うんですよねなので、えっと、我々はですねえっとジェネラルエージェントあの汎用エージェントというものを、えっと、自然言語で行えるようにしましたいきなりプログラミングしてくれっていうのも無理な話ですので、はい、なので えっと、この汎用エージェントというのはあのちょっと左側にい,きなりあのいかにもな UI がありますけれども LINE、えっと、のような感じでですね、えっと、入力すると、えっと、その通りに、えー、プレイヤーを動かしてくれるというような汎用エージェントを、えっと、開発してすで、えー、にこちらも提供し始めておりますと。はい、でまああのジェネラルエージェントをちょっと後ほど詳しく見て頂ければと思うんですがえっと先ほど、えっと、プログラミング とかそのボットを開発するスキルがない人たちにとっても、えー、と簡単に導入できるという,ような話をしたんですけど,したんですけどゼロから開発するよりは簡単かもしれないんですけどまだまだ組み込むのに相当なハードルが,必要にハードルが高かったです。はいえーと 例えばですね、えっと、タイトルごとにあのステートマシンっていうのを実装する必要がありましてあのこのキャラクターがこういう状態にいてこういう状態になって帰ってくるみたいなそれをちょっと Python なんですけどあの自分でゴリゴリ実装する必要があったんですね。はい、なのでボットを開発する必要はないまでもなかなかハードルが高いという、えっと、課題がありましたこれが去年までの話です。こっから1年経ってですね、えっと この導入のハードルがやたら高いという、えっと、ジェネラルエージェントの課題を、えっと、解決してです、ね、でさらに、えっと、去年までは。えっと 3D トリプル A タイトルですね家庭用の、えっと、コンソールとかのトリプル A タイトル向け 3D 空間あの地面があってそれを探索して回って、えっと、何かとインタラクションしながらゲームを進めていくっていう、えっと、そういったものに向けて作っていたんですけれども、えっと、去年ゲームショウとかですねもちろんこのセデックとかで出したところ 2D ゲームとかモバイルで使えませんかっていう話をものすごくたくさんいただきました。と、はい、ということで えっと、我々ですねこの、えー、モバイルに、えー、対応してさらにかつハードルを激下げるというものを、えー、と作ってまいりました、はい、でこれはの、えー、ともうプレイアブルのウェブサイトでもあのムービー確認できますので、ま、後ほどぜひぜひ見てみていただければと思いますが、えー、と現状ユニティあ今のところユニティのみの対応なんですけれども、えー、とユニティに関しては、えー、プラグインを えと導入する手順とほぼ同じです3クリックぐらいで導入できます、えっと、ご自身のタイトルをユニティ上のエディターで開いてそこからプラグインを導入ってするだけでもう、えっと、自然言語で、えっと、ゲームを操作するっていうのが一定可能になってますはいちょっとこれはご参考までですよいしょほんでですね、はい、あとですね、えっと、3D 空間の場合は、えっと、よいしょ 3D 空間の時はですね、えっと、地上を探索してたんですね 3D なのであの目,目の前にある平野と崖と山とかですねそういう、えっと、道を探索してたんですけど、えっと、今回モバイルゲームということで、えっと、探索する範囲が平野とかそういうところではなくモバイルゲームなので画面遷移なんですねこの画面があってあのキャラ編成の画面があって画書の画面があってインゲームの画面があってっていう形で世界の代わりに画面 を探索するというようなえっ、ー、と仕組みも入っております。はい、でしょ。はいとですね。 でこちらですね、あの今回あのドリコムさんあの国安さんと一緒に、えっと、お話をさせていただいている、えー、背景でもあるんですけどじゃあこういったものをです、ね、先ほどお見せしたムービーあのさっきお見せしたムービーってあの IQ 部ンがあの研修用に使っている本当にちっちゃいあのサイズのゲームなんですね。なのでそういうそれは研修用のゲームだったら動くでしょうけどと実際の商用製品で本当に動くんですかというところを、えー、ドリコムさんと一緒にやらせていただきました。今回。でえーっとよりによ よってディスガイアです何を言ってるかっていうとですねこのゲームディスガイあのもちろんやられた方おられるかもあのディスガイア RPG ですね、はいえー、と絶賛配信中のディスガイア RPG なんですけどなんと よりによってなんですけどディスガイアですねこの画面上に押せるボタンや文字が凄まじくあるんですねあのディスガイアやられたことある方はなんか想像つくんじゃないかと思うんですけれどもものすごい量の押せるところと,、えー、と文字がありますなのでこれを、えー、生成 AILLM の画像認識とあといくつかのクロマ術を用いてですね <laughs> えと認識させて、えー、自動操作が可能になっております。 はい、ちなみにこちらのモリカトロンさんという非常にあのゲーム AI とかですね有名な会社さんと一緒に研究および開発をさせていただいております。はい、ということで、えっと、我々既でにですね先ほどあの国屋さんの方から POC とっいうのもねなかなかあの実運用に入れないよねっていう話があったかと思うんですけど我々既にえっと 商用製品で、えー、このチュートリアルの突破ですとかあと,、えー、とリグレッションテストの、えー、とほぼほぼの自動化ですとかですねそういったところにもすで、えー、に成功している状態になってますはいちょっとしつこいですけどよりによってディスガイアですはい 僕こんなに複雑な一画面にこんなにたくさんの情報が詰まっているゲームを他に知らないんですけれども、はい。ただこれでできたっていうことは、えー、多くの他の作品でも一定やれるんじゃないかなっていう我々の自信に繋がったっていうところもありますので、ここは本当あのドリコムさんにあの改めて御礼申し上げたいと思います。ありがとうございます。で、えー、っと今後ですね、えー、っとドリコムさんから登場する楽しい作品にもぜひぜひ活用していただきたいですし、またあの本日お越しいただいている皆さんも作品で。 でもぜひぜひアイを通じてですねアイ <laughs> のラインナップの一つに入ってますのでアイを通じてお試しをいただければなと思っておりますとはいで、えーとまあ、こういったですねジェネラルエージェントを活用することで先ほど、えー、とこのクリエイターの挑戦の機会が増えるっていうお話をしたんですけど、えーとまあ、改めてですねゲーム q エントって何が嬉しいのかっていうところで1個、えー、と革新的なところがありましてと 人間が今デデババッッししててるる状態ですよねゲームのコンソールがあってゲーム機があってこれとデバッカーは基本的に1対1です。そうですよねゲーム機があって操作してるわけなんでところがです、ね、テキストでテストの指示を送れるということは一人の、えっと、オーケストラマスターというか、えっと、指揮者コン,トラカーコントラクター指揮者って何でしたっけ コントラクターですすねありがとうございま音楽の人で、えっとですね、<laughs> 1人の指揮者が100台のインスタンスに対して一斉に指示を出すことができるようになるんですねこれを我々は長並列テストと呼んでいます、はい、なので、えっと、人間の頭数をそえるのではなくてコンピューターをたくさんインスタンスを揃えることで一遍にテストができるようになるんですねでこれを突き詰めると ちゃんとした正しいスクリプトやちゃんとした指示が出せるのならっていう前提がつきます。<laughs> 出せるのならちなみにテストエンジニアとかデバッカーの本当の,あの仕事はそっちなんですけどね操作するっていうのは本当にもう最後の一瞬でしかなくてこれは多分あのオーケストラのコントラクターも同じなんですけどあの指揮してるときっていうのは最後なんですよね。なんですけどあのテストのエンジニアも実はテスト実行してるとき ではなくてその前の準備なんですけど、まあ、さておき正しい指示が出せるのであれば長並列テストというのが可能になります。はい、でこれが実現するとさっき冒頭でお話しした、えーと「じゃあテストお願いします」って言って,てから10分ぐらいでこうでしたっていう結果が返ってくるっていう未来もあながちあながち嘘ではないなと思われます。はいまあ、一方ですね えっと、今まで夢のある話をずっとしてきたんですけれども、えっと、もちろん課題も山積みです、えっと、ここセデックなので技術のカンファレンスなのであの改めてなんですけれども我々が今あのドリコムさんと一緒に進めさせていただく中でも非常に多くの、えっと、課題を認識しています,、えっとですね、こう後ろに LLM とあといくつかのクロマ術を使ってるんですけれどもどうしてもやっぱバックあの主たる技術として LLM がいますのであの 試行錯誤してしてまうんですねあのこれやれって言ったじゃんあの例えば同じ指示でも1回目と2回目で微妙にちょっと違ってしまったりするんですねなのでその角度を上げるための取り組みっていうのを今非常に頑張ってやっています。はい、であああるとかあととかこれちょっとあの 技術的には小さく見えるかもしれないですけど画面上であの Z インデックス的に押せないことになっているプレイヤーが普,普通の,あのプレイヤーであれば押せないことになっているはずの下のボタンが押せてしまうとかですね、はい、これちょっと設計的にどうかと思いますけど、はいまあ、例えばとかそういったものが押せてしまうとかですね、はい、あ,とあとですね、えっと、LLM 自体あの今はですね、えっと、できること。 できることを増やす方を優先したので、えっと、とにかくものすごい量を問い合わせるんですね、LLM に。 なので、えっと、ものすごい量を問い合わせた結果ですね、大体1時間、えー、と1000円ぐらいかかっちゃってますので、<laughs> これをどんだけ下げていけるかっていうところもあの技術的なチャレンジになっていますはい、まあ、いくつかもちろんあの課題はあります、えー、と銀の弾丸というのは絶対にないですね、ソフトウェア開発なんで、ないんですけれども、す、え、べ、ー、て技術的な課題なので、えーと、解決のめどは見えています。はい、なので、えーとまあ、改めてですね、えっ、ー、と、 銀の弾丸とも言わないです魔法の杖とも言わないちょっとこの後のスライドやりづらいなえっと魔法の杖とも言わないんですけれどもただもう AI っていうのは、えっと、やるかやらないかじゃなくてどう彼らとどう共存するかっていう世界に入ってきてますので、えっと、私たちと一緒にですね iCube、まあ、および i& ドリコンさんの i& と、えー、一緒にですね試行錯誤していただける皆さんがトップランナーになってですね私たちと一緒にトップランナーになって 試行錯誤を一緒にしていただけると嬉しいなと思います。はい、ということでまとめです。えっと今までゲームデバッグっていうのは、えっと、テストリーダー勇者ですね勇者と、えっと、あとエキスパートデバッグあのやたらバグ見つける人です。はい、あのゲームでいうと武道家ですね会心の一撃をやたら出す人 <laughs> と。 はいあとえっ、ー、と選手としてのテスターですねデバッカーっていうなんだろうこう見ていただいてわかると思うんですけど肉肉団結しかいないんですねはい、いなかったんですけれどもここに A. I. アイアンドもそうですね。A. I. を使って、えっ、ー、と、局地戦ではなくて、大規模戦ができる。ような人を足すことで、足すことでですね。えっと、今までの肉弾団形にたちいらなくなるのかっていうと、全くそんなことはないです。びっくりするほどそんなことはないです。えっと、そうではなくて、大体ではなくて、皆さんの戦い方の幅が広がるというふうに思っていただければと思います。もうすぐ多分ドラクエスリ出るか、えっ、ー、と、十一月でしたっけ。<laughs> 出ますよね。<laughs> ドラクエスリ出るかと思うんですけど、皆さんも買われる方。 たくさんおられるんじゃないかなと思いますけど、えっと、ドラクエ3を戦士戦士舞踏家勇者っていうパーティーはあんま組まないと思うんですよね。魔法使いなんか魔法系1人は入れると思うんですけれども、えっとまあ、そういった形で皆さんの打ち手の幅が広がる。で えっと、魔法使いなんですけどこういった局地戦ではなくて大規模に敵を殲滅するっていうのはすごい得意なんですねその代わり打たれ弱いというのとあとマジックポイントっていうリソースを消費するこれは我々の世界でいうとコンピューティングリソースであったりサブスクリプション費用だったりします、はい、なのでこうやっぱ得手増えてがありますのでここを見極めながらですね適切に皆さんは勇者として、えー、指示を出していただければなと思います はいということで、えー、一旦私のパートは以上とさせていただきますえっ、ー、とモデレーターの熊野さんお戻しいたしますありがとうございますはい、はいえー、お話しいただきありがとうございましたはいご質問とあのオンラインで見ていただいている方ですねご質問とあればあのチャットの方に記載いただければと思いますよろしくお願いあ全然 徐々に受け付けておりますので、はい、どこの方よろしくお願いいたします。はい。まあ、もちろん会場の皆さん方もですね。ご質問等あれば手を挙げていただければはい。お話しさせていただいても構いませんので。はい、<laughs> お問い合わせいただければと思います。はい、そうですね。じゃあちょっとこのここからのテーマですけど、まあこのこれまでこの2社のお話を通してですね。はい。 ちょっとこの話テーマでお話をさせていただこうかなと思っております、はい。よろしくお願いします。はい、あれですよね。えっと最初お話ししていたのって、えっと今後水 AI というか、うんうん、ポスト AI でえっとこのゲーム業界どういう風うになっていくかっていうところを話ができたらっていうところで、もともとちょっとマさんとお話してたときだと、あのまあ、結構あのー、割と人を出すお仕事をされている、ね、ところがありながら。うん そういうところって AI でどうなっていくかい、うん、はい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 ありがとうございますあのご心配をいただいて本当にありがとうございます <laughs> やっぱりあの iQube もそうですえっとあのだ今日本国内のやっぱゲームデバッグの会社っていうとまあ基本的にはエンジニアあのまあ熊野さんもそうで僕もそうなんですけどエンジニアがえっと現場にお邪魔して自分で考えて頑張るっていう割とそういう傾向にありますでえっとですね。 この、えっと、例えばなんですけど、えっと、お客様とかに言われたことをやっているとかですねあと定型的な作業をやっている人これは減ると思います <laughs> 間違いなく減ると思います一方、えっと、さっきちょっとお話ししたんですけど我々のテストとかデバッグのお仕事で手を動かしている時というのはもう最後の最後の仕上げの段階であって我々のテストや QA の、えっと、仕事の本質的な部分ってで そもそも何テストしたらいいんだっけどこまでテストしたらいいんだっけこれ繰り返しテストするんだけどどうやって自動化したらいいんだっけでもっと言うとユーザーが望むものまたは、えっと、デザイナーが表現したかったものって本当は何だったんだろうっていうところを考え抜くところまで含まれてるんですね。うん、なので そういう仕事をしてる人というのは残りますし、えっと、我々あのゲームキューブ、ゲームデバッグの会社というのはそういうところのお力添えをできるところを目指していくべきかなと思ってますなのでただの作業をしてる人たちが、えー、淘汰されるのは全然僕らとしても大歓迎です、はい、僕らはもっと上に行くので、はい、大丈夫かなと思っいます。どうですか 本質にってユーザーにユーザーさんにどれだけ価値を伝えるかまさしくここをどうやってこれあのでも僕らは結構他の業界も味わってると思うんですけども、うんあはい、なんかの業界もそうなんですよユーザー価値じゃなくて AI を使うことに執着するってどっちかっていうとこれ握手だと思うんですよね。うんうん、えどれだけユーザーに価値を伝えるかっていうところに対して焦点を当ててでそれをするために人はクリエイティビティを発展しないといけない。 あのこ,のこの国ってめちゃくちゃすエンタメ強いじゃないですかです,、ね、すごいいじゃなそれって皆さんクリエイティビティがあるからこそ、うん、それをどうやって発揮してもらうかっていうところに僕はどっちかっていうとインフラとして入っていきたいなっていうところが、AI、だと思ってますなのでな話されてたようなあのまあどうやってなんかあの前デバッティングどうしてるかって話を聞いたときに全くもって想像がつかなかったんですよね。想像がつかってこんなことやっててここんだ、うんなととやだ 単なる作業ではなくてそ,のそこに焦点を当ててもらうってことが多分今後のデバッカーの仕事にななっていくようなイメージですかね。うん、ま,さまさしくですねので、ま、デバッグに限らず、ま、例えばローカライズとかローカライズもだいぶね、あれは奥の深い,だい,ぶ奥の深い仕事ですしアイアンドにいくつもサービスがあったかと思うんですけどあれやっぱ本質的には全部非常に奥深い仕事だと思うんですよね。で これ逆に、あのー、ちょっといただいた質問をそのまま返したような感じなんですけど例えばアイアンドで翻訳とかたくさんこうメニューがあったじゃないですかあのユーザーサポートですとか今そういう仕事をしている人たちってアイアンドみたいなの出てくるとどどううななっちゃんんですかねどんなえっと正直僕はそこあんま今死ぬほど仕事が皆さんあるので忙すぎるそもそもこの国って人がどんどん減って,いって仕事はどんどん増えていってる。 エンタメ業界数少ない伸びてる業界なんでなのでその方々の仕事サポートするのが AI かなと思ってますなんでまあこういうこと言うともっと働いてって話になるかもしれません違いますあのもっと短い時間でアウトプット出せるようにするってのサポートするのがインフラとしての AI なのかなとなるほどですね確かにあの今日結構あの国安さんのお話でもあの私の スライド2つ目にもあったかと思うんですけど、えっと、クリエイティビティっていうところすごくテーマになってたかなと思いますで今、国屋さんのお話を切ると思ったんですけどそういった創造性とかユーザーにエンドユーザープレイヤーさんに喜んでもらうためのワクワクするような、まあ、仕掛けであったりあと質を高めるっていうところは多分、寝不足じゃ難しいと思うんですよね。うん しっかり寝て頭使うところは使って休ませないと全くもって価値にならないな、価値になるところめっちゃあると思うんですよ、逆に価値になってきたからこそこの業界があるかなと、そこをもう一個伸ばすサポートができるっていうのが多分 AI になったらいいのかなと思ってますすねねどうですかね熊野さんの方に一旦お戻ししてみましょうか。 あそうですね、まあ、ちょっとテストの基準で話になっちゃうんですけど、まず、あま、テストも同じで、まあ、やっぱテスト設計の中で、まあ、頭を使ってこういうテストをするべきだとか、まあ、すごく考えて、まあ、どんどん、そうすると、どん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 、あこういうテストしたほうがいい、こういうテストがしたほうがいいっていうのは、すごくずっと出てくるんですけど、じゃあ、それを最後、手動かしてやるってなると、まあ、やるべきテストが多すぎても手が足らないだったりか、時間が足りない、コストが足らないってなるんで、常にそこにこう AI だったりとか。 サポートしてもらうことによってこう今までだったら、まあ、コストが足りないから本当はやったほうがいいんだけど他に大事なところがあるからそっちを優先してやろうのってでこう省いてしまってたりとかカットしてしまったところに手が届くようになるって、うん、なると、まあ、その結局、人は減らないまま,ま,まその状態でこうよりこういろんなことができるようになるといか、まあ、いろんなテストもできるようになるとか今まで削ってきたところを削らなくてよくなるとかいうん、こができるのかなとか。 でまあ、人間テストを考えてた人たちも、まあ、こうよりテストを考えることに集中できて、まあ、よりいい観点のテストが出てきたりとかいいと思います、ね、ができるのかなと、はい、僕も感じております。はい、とんかご会場にいたいている皆様のほうからなんかご質問等とか、まあ、単純になんかディスカッションに参加していただいても大丈夫なんですけど何かございますでしょうか。<laughs> もしくはちょっと松井さんと僕が別の業界の出身でもあるのでああの例えば別の業界というか以前だとこういうことがありましたとか、うん、そういう他の業界の事例っていうところを含めて、うんうん、じゃあゲームでどうやって活用するかって話できたらいいかなと思うんですがいいでリアさ通信業界。 通信とですかねあとうん,うんなんかこん、うん、そうですねはい <laughs> いろいろやってます <laughs> いろいろやるてはいでえっとまあ僕があのまあもともとえっと組み込みの業界にあのあアイモードのブラウザを作ってたんですけど組み込みの業界におりましてでえっと今はですねえっと実はあのグループ会社っていうか親会社はですねあの scsk というあの SIR ですねいわゆる、はい、あの皆さんの業務システムとかを作っている会社になるんですけど、はいまあ、そういったところでもあの AI の活用実はゴリゴリ進んでいてこの後国屋さんにも聞きたいなと思うんですけど、えっとですね、ゲーム業界以外の、えっと、産業での、えっと、開発への AI の活用というところでは2大挙動がありまして、えっと、単体テストの,単体テストの、えっと、作成の自動化ですね。 ユニットテストの作成の自動化とあとですね、えっと、ドキュメントのレビューですこれ2大挙頭 <laughs> はいなんかどこ行っても同じ話聞きます <laughs> ですよねっていうはいなんでやっぱりまあドキュメントのレビューっていうのは LLM とか生成 AI がちょっと得意なところかなと思いがちじゃないですか皆さん思われるじゃないですかとてもそうではなくてですね <laughs> さっき国屋さんのお話にすっごく大事なポイントがありましてと,とですね AI は当然使うとしてあのデータが大事なんだっていう話がありまして全くその通りでドキュメントのレビューを生成 AI にやらせますって言ってもじゃあレビューしてくださいって言ってもすごくぼんやりしたあのなんか誰でも言いそうなことしか言わないです。<laughs> のでで実はですねえっと AI に私たちのレビューの基準とか、えっと、ドキュメントを書く上で大事にしていることはこういうことですここと違うのを教えてくださいという聞き方をしなきゃいけないんですねレビューをしてくださいじゃないんですよそんなぼんやりした投げ方したらぼんやりした答え書返ってきます <laughs> ので、まあ、そのあたりはあのゲーム以外の産業例えばエンタープライズであったり社債とかであったりですねそういう業界も 気づき始めていいるととう状況かなと僕には見えてますすうですか国屋さんそうです個人的にそこはレビュアーは人になってほしいなってやっぱ思ってましてあらかた作って人が最初に監修する多分今も基本的に皆さんやってることと同じだと思うんですよね承認フローだったりとかあるかなと思うんですけどもあのまあそれ人が最終的に責任持たないと。うん 価値を担保できないと思っているのでレビューするのはもちろんえと例えば何か作って AI がレビューするのはあり得ますその後人がちゃんと担保したからそれを AI が学習してさらに良くなる先ほどのこういう視点で学習あの担保してますよと話をするっていうところそのフローって人と AI が一緒にどうやって生きていくかっていうところはもう多分えとこのいわゆるえー AI というか機械学習周りでよく言われているようなヒューマイン・ザ・ループの根底なのかなと思いますね。 確かにあの人が監修するっていう行為は当分たぶねあと10年なくならないんじゃないかなと思いますえっとねんでかというと <laughs> えっとですね AI の出力を人間が最後にチェックしなくてよくなってしまうと一気にディストピアに向かいますなんでかというと AI はあ自分で勝手に直していいんですねみたいなぐる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 回り出すじゃないですか。 はい、その時が多分あのなんだろう文明社会が人類の文明社会が崩壊する時なんじゃないかなと思うただ逆に言うと人類は最後のチェックを手放さないでそう簡単にはだって怖すぎじゃないですか、うんまあ、一方あの別に怖がらせようと思って言ってるわけじゃなくて AI にいい仕事をしてもらうために日本人間のサポートが必要な時期っていうのは当分なくならないっていうような理解ですね。そうですねうううんうん、うん さらに言えばデータをどう管理するかも結構人の役割になるかなと思ってましてそうですね,ですねさっき言っていたな,なのでアイアンドずっと押してるのはデータを IP 単位コンテンツ単位もしかしたら企業様単位っていうところで管理することによってその他にデータが出ない状態を作る。 逆にその,そのコンテンツをどんどん作るためのデータを貯めていくっていうのはそれぞれ独自でやるべきだとそれが属人あの人の頭の中にあるものっていうのもちょっと怖いじゃないですかそれはしっかり言語化したものっていうところがその人の言葉以外の言葉でも見えるようになるそれは価値になるんじゃないかなと思ってますね今あの若者いいことをおっしゃってまして <laughs> 何を言ってるかってえっとですねゲームデザインドキュメントって ちゃんと作られてます <laughs> 作るれてるというかねパラメーターシートとかじゃないですよ。えっとここ,この作品がどういう作品でどういうところを楽しんでもらおうとしててどこがメあのゲームの,あのコアメカニクスあのコアメカニクスとメタメカニクスってあるんですけど下紙そうなんですけど、えっと、コアメカニクスがどんなところでっていうところがちゃんと文書化されているかっていうところは 今後多分 AI を活用していく上でのすごく必要な前提になるのかなとなんか今お話聞いてて思いました。あ、ありがとうございます。うん、それができるユーザーインターフェース、ユーザーエクスペリエンスっていうのが一つのプラットフォームにあるんですね。うん、お、なるほど。アイアンドっていうものがあります。って <laughs> と,ところでまずここで言,言わせていただければ <laughs> これ。これマジで仕込みなしですかね。今の今の仕込みなし。<laughs> やえっとですね。いやというのも別にアイアンドの宣伝をしたかったわけではなくてですね。<laughs> えっとすみませんいや。 いやあのいやプレイアブルも実は、えっと、あのエージェントに世界を探索させる上では、えっと、どこにどんな街がありますとかどういう世界です山が多いです谷が多いですとか、えっと、こういうマップがありますとかいうあの一定の情報を教えてあげる必要があるんですね。 残せているかアクセスできるかですかね。そこすごく大事になってくるのかなと思います。うん。ちなみになんですけど、これちょっと素朴な疑問なんですけど、みんなエクセル大好きじゃないですか。<laughs> パラメータシートとかあのた一度分ぐらいのエクセルシートをどさって作られるじゃないですか。<laughs> えっとエクセルでもいいんですかね。そういうデータ貯めておくのってエクセルでもめっちゃいいと思いますね。<ー>正直データのフォーマットは何でも。 良いと言いたいんですがデータのフォーマットがさっき冒頭で話させていただいたとおり、まあ、ある程度学習しやすい、あのーまあ、汎用的であるっていうよりもどっちかっていうと使いいやすいものにしただ人って Excel だけじゃなくって使い慣れてる UIUX あると思うんで、はい、そこに焦点当ててって使いやすいものに合わせていくってことは大事かなと。なののであの アヤンドあのいろんなプロダクトあるっていうのはこれそ,のそれぞれのタスクに合わせた UIUX ってことを考えているからいろんなプロダクトにしているだけであって本来は一つでもいいかなと思うんですね。なるほどですね。うんうんうん、QA もだって全部エクセルで管理、はい、もうどんだけエクセルが好きなんだっていう業界ではあるんですけれども、うん、<laughs> はい。なるほどですね。今回あの AI 今回の LLM 皆さんねあのもう名前を聞かない日はないんじゃないかなと思うんですけどうんと。 エンジニアリング的に今回、えっと、今回というかだいぶ前ですけど、えっと、LLM が来た,とこで来たことで,です、ねえっと、エンジニアの視点で言うとすごく大事な転換点が1個あってわれわれエンジニアじゃないですかで、えっと、コンピューターに仕事をしてもらおうと思ったら実はデータを正規化する必要があったんですよ LLM 以前は。 ですよね正規化しないとマシンリーダブルなデータを与えないとマシンって仕事してくれないじゃないですかだったんですよ、LLM 以前はところが LLM が出てきたので、うん、と非正規系データを読み取れるようになったんですね、コンピューターがここがエンジニアリングとしては大きな転換点ですでできると思読めるんですけど、えー、と指示次第っていうところがあります、はい、過度な期待は禁物っていう両面ありますな、はい、なので、まあ、ちょっとここを抑えながら できることできないところっていうのをで、ね、これ多分体験しないと分かんないと思います、うん、のでぜひちょっとねここは皆さんと一緒にあのどんな形でもいいので体験していけるといいのかなって思います。はい、ということで残り8分、うん、そうですねうと、まあ、AI を活用していくと、まあ、どんどん AI が賢くなるって話だあったと思うんですけど、まあ、賢くなるというのは、まあ、どんどんいろんなことを覚えていくことだと思うんですけど、まあ、人間ってこうまあやっぱ覚えたとしても忘れちゃうと思うんですけどまあ 機械とか AI なんて忘れないと思うんですけどそのあとデータってすごいどん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 ずっと一方的に溜まっていくと思うんですね。そるとないですかってなった時にどど誰がコントロールするのかとかって結構課題になるのかなって感じてまして、はい、まず、えー、データがどんどん溜まっていくっていうのは結構幻想かなと正直思っていて、えー、結構まあ長年運用しているプロダクトだったりとか えっといろんなところでデータがあるかなと思うんですけどもそれをどう活用するかって活用できないデータっていうことがまず形式としてありますとなのでデータをコントラームするためにはまずデータが勝手に集まる状態をどうやって作っていくかまあゲームで言うとあの特にソーシャルゲームとかユーザーさんのアクセスがあるんでそこを見出してデータを作るというのはすぐできると思いますとそれ以外のデータ運用しているところのデータだったりとかえ実際そこから見出した今までのえっとまあし なていうのが一番強いかなあのが番かその全体のデザイ,ナデザイン,デザインゲームデザインってそのあのグラフィックとかって意味ではなくってゲームデザイン全体のデータっていうのどうやって言語化していくかそこを作っていくことがまず最初のデータの管理の始まりなのかなと。でデータが集まれば集まるほど価値になるんで <laughs> データイズキングでそこはもうここはもう一般的に言われてるようなことだと思うので。 それを集めるためのフォーマットっていうところをどれだけの狭いドメインどれだけの適切なドメインっていうところで管理することができるかなのかなと個人的には思いますね。あなるほどありがとうございます。<laughs> これちょっと僕素朴な疑問があるんですけど多分できると思うんですけど、うん、とゲームデザインドキュメント含めてパラメータシートもそうですよね。うん、と構成管理すごく大事になるんじゃないかなと思っていてな何を言ってるかというと。うんと AI の AI には常に最新のデータを参照してほしいですよね一つ前のバージョンに基づいた仕事してほしくないじゃないですかでラグだと、えっと、このデータはもうオブソリュートっていうか古いのでこっちは参照するなっていうのできますよねそうですねあえて言えばその間違ったデータを人が修正する仕組みも、まあ、もしくはその先で言うと AI が修正する仕組み っていうところも必要かななと思いますするほどですね,なるほどですねこれ間違ってるよっていうまああ,<ー>あれですか、ね、あのチャット GPT 皆さん使っていても多分分かると思うんですけども、うん、あの追加学習するじゃないですかこれ間違ってるよってただ言うだけ、うん、そのただ仕組みを言えるってことがまずあの今言われていたところの構成管理の仕組みに近いのかなと思いますねだから、うん、AI のモデル MLOps とか言いますけれども、えっと、自分が使ってる AI がどのバージョンのどの時点での情報を参照しているのかっていうのは、うん、今後多分すごく大事になってくるでそれの構成管理をするっていうのもすごく大事になってくるのかなっていうふうに思います,うす、うん、アセットの管理と同じぐらい多分大事になってくるんじゃないかなと確かによく LLM 使うときにあの特にまあ IP とかコンテンツ単位でいうとこのデータ実際に他の人に使ってほしくないっていうデータとかあると思うんですね。うん そこをどれだけ適正に管理するかっていうところと同じようにどれだけ古いデータと新しいデータ例えばんだろう「ドラゴンボール」の昔の,あの画風とまあす今のアニメの画風って全く違うって思うんですけどもそこをどこを参照させるかっていうところは適正に管理されてるべきですデータとしてはあってえっと管理持っているべきですけどそれをどう参照するかってとこまで管理されるっていうのは必要かなと思いますね。 やっぱりあの今までも大事だったんですけど、AI が来たことによって、まあよりデータ、うん、データですね。あのえっと開発の過程で生産されるえっとあらゆるえっと出力ですね。<laughs> はい、データの重要性がやっぱ相対的に高まっているっていうところですかね。そうですね、はい。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。<の>はい、ますちょっとこのまま話すとお時間がもう近くなってしまったので、はい、終わり。 はい、ちょっと終わらないかなと思いますが、皆さんのおかなかご質問とございますでしょうか。ご来場の方々から一つあります。はい、わ、はい、かりました。えっと配信見ていただいている方からえっとありがたいご質問いただいてます。えっとプレイヤブルモバイルの料金体系を教えてくださいっていほんいや本当に来てるんです。<laughs> 来てるんですけど、えっとですね、えっと当面なんですけれども、えっと。 ちょっとご一緒させていただきたいなと思っていまして、えっと、あつまりいきなり誰でもはい使えますって感じではなくてちょっとご一緒させていただきたいなと思っています。でえっと、ライセンス自体は、えっと、おそらく皆さんが驚くほど安いと思います。はいで えっと、具体的にいくらかっていうのは、えー、ぜひ、えー、IQBONE または I&NE、えー、<laughs> アアにお問い合わせをまじていただければなと思っておりますただ、えっと、最初期の方はですねたくさんあの努力させていただきたいなと思っています、はいはいはい、じゃあせっかくなんでどうぞ会場からもし何かあればというところですがあ一番後ろの方ご質問のある方は会場左手のスタンドマイクにてお願いいたします。ああ はいえっとありがとうございますえ、はい、スケイエニックスの木戸ころと申しますはい発表、えーえー、大変興味深くありがとうございます,いますえー、っと技術的な質問にはなってしまうんですけれども基本 LLM 使ってそのいろんな、えー、翻訳だとかシナリオの構成だとかに、えー、まあ人が手入力したものを AI が返してそれをまた人が修正することで学習するというお話があったんですけど、うん、あれっていうのはえー、っと使われている技術としてはいわゆるフューショットプロン ラグが基本ですねラグが基本どっちかというとそこの、えっと、技術っていうとかもうある程度、うん、そこまで差は出てこないかなと思ってますあの基盤のモデルを修正するんだったらまた変わるかなと思いますけどそ,すそれよりも UIX の方が実際の価値につながるかなと人がの自分自身が欲しいアウトプットを作るためにあの自分自身の,あのデータを入れるこの作業自体が価値かなと思っていいますす、うん、なるほどですありがとうございます。 本当しつこいんですけどデータが大事 AI に何を教えさせ覚えさせるかが大事っていうところになってくるとその AI をデータをいかに気軽に放り込めるかっていうところも結構大事なポイントになってくるのかなって今あの、ご質問いただいてありがとうございますご質問とあの国谷さんの回答を、はいはい、もう一個ぐらいギリギリ行きますか,、ねどうすかはい、その他ございますでしょうか。もう一個ぐらいギリギリ <laughs> いけるか、またはぴったり時間です、はい。<laughs> そうですね。はい、ちょうど今。ちょうど。ですかね。ですかねはい。では、あのー、はい、えっと、ぜひ、はい。はい、あ、そうでね。はい。お時間、あ、ごめんなさい。映せますでしょうか。ディスプレイ。はい、面白かったら、これを。<laughs> ディスプレイ、映せますでしょうか。今。いや、面白かったら。あの、最後、あの。アイアンドの、アリアクセスはこちらなので。<laughs> はい、アクセスよろしくお願いいたします。はい、では、えー、以上をもちまして本、本日、はいえー、本セッションの講演は終了したいと思います。皆さん、ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。うした国安裕様、熊野泰二様、松木信介様、ありがとうございました。皆様、大きな拍手をお送りください。以上で本セッションは終了となります。